はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス、続きやってきます。動画外で、ちょっとここいらを探索して、意外と上の方にもまだ、隠れ家があったり、敵がいる地点があったりして、で、アタッチメントとかもまた新しいものを、手に入れつつ、今の装備は、まあ、変わらず、カラシニコフ。なんだけど、ストック、新しいストックが手に入ったり、あと、これは一回、サプレッサー外して、もう、完全、重火器、として、今、強化中で。そうだ、一番強化されたのはこっちだ。もう、リボルバーの原型が、なくなりつつあるけど、ヘビーストック、サプレッサー、サイトもつけて、あと、これ、今までこれ3発しか撃てなかったんだけど、8ショットシリンダーを手に入れたから、これで連続で8発まで撃てるリボルバーになって、ドットサイトもつけて、それから、これ、ガスマスク。ガスマスクがね、新しいもの2つ手に入って、拡張フィルターっていうやつと強化ヘルメットっていうのがあったんだけど、こっちはね、防弾効果が向上するらしいから、強化ヘルメットを装備することにして、あと、バッテリーが、長持ちするようになるバッテリーコントローラーと弾薬ポーチ。弾薬をね、より多く持っていけるようになる防具。と、さらに金属探知機っていう、これはまたコンパスの代わりなんだけど、少量の金属に反応するように、構成されてる金属探知機を装備。で、まあ、弾とかもあるし、だいぶ潤っております。ほんで、ターミナルにね、いい加減、行くべきなんだけど、ここボートがあったから、ちょっと寄り道、場所的に寄り道ができなかったハテナの場所に、ちょっと向かいたいんで、って言ってもこれ、Uターンできるかな?ちょっとUターン、乗って、いや、こいつは大丈夫。だって、いやあ、まだいる?出てこいや。いてぇ。さっさと行っちゃおう。またあいつか。で、こっち見ないで、こっち見ないで。さっぱり進めない、この、水の中の生物のせいで。いや、ちょ、こっち来んな、こっち来んな、こっち来んな。あっ!あ、ちょっと待って、ちょっと待って。一回降りよう。ちょっと戻りたいだけだというのに。いや、意外とスルーできるかもしんない。やろう。倒さねえと進めねえじゃん、こんなの。いや。マジで。上がってくるんだ。なんとか倒せないとな。襲われた時点で強制死亡だからな。うわっ。てか、これ、修理したはずなのに、なんでこんなジャムル。グレネードを手に入れてるから。うわっ、グレネード食わせたのに、ダメ?もう、ゴリ押すしかないな。なんとか。全然ね、びくともしないんだよね、これ。ほんとびくともしない。朝にしてみたんだけど。お。勢いで行くしかねえ。
よし、この孤島なんだが、到着。あれ？何もないのかな、ここ。あ、寝始めた？あ、寝てる。何かあると思ってせっかく来たんだけど、これっぽっちなの？まさか。なんか他には。あ、死体があった。おっ、なんだよ。あー、でもこんだけか。あ、ここにも。いてててお、なんかアタッチメントゲット。グリップかな、ひょっとして。 OK、 とりあえずここはこんなもんか。ターミナル行くか。あ、ちょうどいい、今のうちに行っちゃおう。ターミナルに行く前にもう一回今の小屋に戻って、時間を夜にしてから行こう。なんか人がいる感じはないな。というか、首吊り死体が。左にハテナがあるから、ちょっと左回ってみよう。あ、ちょっと、なんか見えない壁があって進めないな。行ける場所じゃないのか。っていうかさ、あの、医療キットがないのはまあしゃあないんだけどさ、どうしてこんなに的確に攻撃をしてくんの。やめてくれ。もうここ行っちゃおう。ここはちょっとライトつけるか。喋り声がしないしな。誰もいない。でもカルトがいるって言ってたからな。苔がすんげえ。ここで水の中からさ、ミュータント出てきたらもうどうにもならんよ。よし、あ、ちょっと明るい。ちょっとライト消そう。おお、うわ、うん、待って、カルトというよりはミュータントなんだが。医療キットないからちょっときついぞ。セーブしとこう。ここから行けないよ。ミノタウロスがいないことを願う。いるんだよな、大体そういう時。ちょっとすでになんか出血してるように見えるけど。重火器で行くか。おう。え？嫌なやつが見えた。わあ、通りたくねえ。
うお、あ、わ、マジかよ。こっち入ろう。そう、鍵、鍵もらってたんだ。ここは秘密の機械室。ドアさすがに破ってこないよな。ここに何かあるって言ってたんだけど、墓、なんかレア物、あ、物資でもいい。あ、めっちゃ持ってる。あ、てかちゃんと探知機が反応してるな。あとは、いや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 、あ、反応してる。あ、これか。これは違う。お？これはナイトビジョンってやつ、もしかして。おお、眩しい。ナイトビジョンゲット。この無線機は触れない。はてな、オッケー。さあさあさあ。ナイトビジョン使うか？ん？壊せる？ん？こっち側から壊せないやつか？じゃあ戻んないといけないじゃん。戻るか。ナイトビジョン。これで装備取る。オッケー。あ、いない。よし。なんか多少の知性があるから勝手に登ってくるんだよな、階段とかも。あのミュータント、大丈夫かこれ。こっちは死体か。この辺のドラム缶とても爆発しそう。おお、いる。もう目と鼻の先にいる。この人らカルトだよね。ミュータントにやられた？あ、硬い。頭に当てたいのは山々なんだけど、クソエイムだから無理。あ、またいろいろくっついてんなこれ。これはリボルバーなんだよね。ちょっと違う。ああ、これ前にも見たやつだ。あ、リボルバーでいいかな。リボルバーの方がなんかかっこいいし。あ、缶か。こんなところに本当にあるのか、そんな。なんか不安定だ。うわわわ。さっさと、あっ、ちょちょ。やめて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 。ああ、え、これ食われちゃう。あ、セーフ。あ、セーフ。あ、ガスマスクか。そう、ガスマスクは割られないように。信号
イエルマーク。心細い冒険だ。まあ、あのクジラみたいなやつに関しては下を歩かなければ大丈夫だ。ここはそういえばフィルターもそんなに持ってないから急がないとな。こっちはなんだ。あ、こっからも上登れる。おお、弾がね、弾が減ってく。向こうのは聞こえてるけど、こっちからの声が届いてないんか。わあ、で、頭を。これが当たんないんだな、なかなか。まずい。よし、よし、グレネード切れたかな。あ、切れた。あと火炎瓶だな。もうこの工場の奥の方まで来たけど、あー、よし。あ、また来た。よし、ドポンドポンいってんな、下の方。死体だらけ。回収 OK。 このポケみたいの実は結構修理とかに使える素材になるから持っておこう。向こうにどうやっていく。あ、下れた。ここをくぐる。おお、で、やめてくれ。ん？何これ。なんかあったんかな。これ何？なんか生えてる。なんか生えてる。なんかうねうねするシリーズなら前作とかにもなんかあったけど、ちょっと打ってみるか。お？お、うわあ。ラフレシア的な？こんなところで絶対死にたくねえ。あ、こっちは開けれないな。もうちょいかな。あ、というか全然意識してなかったけど、確かにフィルターがすごい長持ちになってる。あ、痛い。
水中からも出てくるの、あなたたち。まずい、今回復キットがないんだ。あぶねえ、まずい、回復キットが。上行こう。どっか作業台ないかな。待って、回復キットなら作業台なくても作れるじゃん。でもちょっとさすがに、ああ助かった、めっちゃ助かった、ありがてえ。よし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 、ああ助かった。さすがに私まで襲ってこなくていいからね。